笹井江健一郎9月25日隊は、日本の外交官、公益財団法人日本、国際問題研究所理事長、ホテル大倉取締役、精錬取締役、三菱自動車工業取締役、富士通取締役、外務省経済局長、外務省アジア太陽州局長、外務審議官、外務事務次官、アメリカ合衆国中札特命全権大使などを、歴任した。 外務省経済局長、アジア太陽州局長、外務審議官を歴任し、2010年に外務事務次官に承認した。2012年には、次官経験者としては、外務省機密非流用事件以来、11年ぶりの中アメリカ合衆国特命全権大使に就任。2013年4月14日、アメリカ合衆国の国務長官、ジョン・ケリー。 日本中札特命全権大使ジョン・ルースと岡山県、倉敷市小島出身。広島大学附属高等学校を経て1974年、東京大学法学部卒業。外務省入省後は、英語研修を受け、在米国大使館一等書記官、小形貞子国連難民高等弁務官の補佐官、外務省アジア局参事官、内閣総理大臣秘書官。 総合外交政策局審議官などを経て2002年に経済局長2005年1月にはアジア太陽州局長に就任し北朝鮮日本人拉致問題や対中国外交など関係各国との交渉に当たった2008年に政務担当の外務審議官に就任し2010年8月20日の閣議決定にて外務事務次官に発令されたなお アジア太陽州局長以降は、いずれも、矢部中32の公認である。野田義彦内閣時に、外務次官として、韓国政府へ、慰安婦問題に関して、日本の首相が公式に謝罪する、日本政府が元慰安婦に、人道主義名目の賠償をする、中間日本大使が元慰安婦たちを訪問して、首相の謝罪文を読んで賠償金を渡す。 という韓国に大幅に譲歩した支え提案を行った。リア博キヒロ大統領など、韓国政府側が2012年3月の時点では、人道主義名目の賠償では、不十分だなどという理由で応じず、自民党が第46回衆議院議員総選挙で勝利して民主党政権が倒れ、野田首相も退陣したため消えた。2012年、駐在アメリカ合衆国日本国大使館。 特命全権大使。外務省機密非流用事件を受けて、小泉純一郎総理大臣の意向で、柳井俊治大使が更迭されて、以降、時間経験者としては、十一年ぶりの中米大使就任となった。二0 1三年十一月十二日、ワシントン DC 米国国務省でのキャロライン・ケネディの、日本中札特命全権大使宣誓式にて、国務長官、ジョン・ケリーらと、 ありがとうございます。